クロアチアは守護神リバコビッチが好セーブ連発。決勝トーナメント1回戦で PK 戦の末に日本を下して勝ち上がった前回大会準優勝のクロアチアと初戦で韓国に 4-1 の快勝を収めたブラジルの一戦で序盤にペースをつかんだのはクロアチアだった。冷静なビルドアップからモドリッチを起点に攻撃を展開。ボールを奪われてもコンパクトな守備で突破を仕掛けるネイマールにもすぐさま囲んで奪回する。後半立ち上がりにブラジルがビッグチャンスを迎える。47分右サイドでの連携からビニシウスが中に折り返す。これに走り込んだリシャルリソンのシュートは GK リバコビッチに右足一本で防がれる。55分、スルーパスに抜け出したネイマールのシュートにも再び、クロアチアの守護神が立ちはだかる。そして迎えた、延長前半の105プラス1分に、ブラジルが、ついに先制。ネイマールがダニーロとのワンツーから抜け出すと、GK を冷静にかわし、右足で、ネットに突き刺した。それでも後半にクロアチアが反撃。クロアチアは現地時間12月13日に準決勝でこの後行われるオランダ対アルゼンチンの勝利チームと相まみえる。